はいさーい。どうですか？なんか変わったと思いません？そうなんですよ。そう。背景めちゃくちゃ変わりましたよね。実は最近引っ越しをしてですね、中本夫婦の沖縄ライフ Vlog っていう僕のメインチャンネルのビデオブログチャンネルの方を見てる人はもうわかるかと思うんですけれども、沖縄の田舎の方に移住をして、で、築60年の外国人向けの古民家に今住んでます。キャリーバッグが私の頭に落ちてくるよ。この夏新たな挑戦を求めて沖縄の田舎へ夫婦で移住しました。築60年の米兵向け古民家で始まる新たな沖縄ライフ、リノベに DIY、 離島への冒険など、大自然と共に生きる夫婦の物語をビデオブログで記録していきたいと思います。それでは本日も僕たちの人生にお付き合いください。もう毎日ね、虫との戦い、虫、暑さ、湿度、もういろんなことがね、大変なんですけど、夫婦で DIY したりとかしながら、そういうのを全部 Vlog にまとめてアップしてるので、もし興味ある方いたら、中本夫婦の沖縄ライフ Vlog、概要欄にリンク貼っとくので、そちら見てみてください。サンセットスタジオ TV ではここで収録するの初めてなんで、ちょっとだけ軽くルームツアーしてみましょうかね。ちょっとだけ見せます。まずこちらが僕の部屋なんですけど、はい、まだめちゃんこ汚いですね。まだ引っ越しが終わってなくてですね、まあ、こんな状態で今あっちで撮影してたんですけど、まあ、こういう感じです。で、それ以外にも、こっち側にも部屋があったりしてですね、まあ、ただここもまだまだ、はい、汚い状態ということで、まあ、でも雰囲気結構いいでしょ？こういう感じで、今、古民家に住んでます。で、こっち側が、リビングになってて、あっちにちゃんまりがいるね。ごめん、ご飯食べてた。まあこんな感じで、結構ね、洋風古民家なんで、おしゃれな感じで、こう、長い廊下もあったりしてね。築60年とかなんだけど、本当に、おしゃれで、独特の雰囲気があっていいんですよね。こんな感じです。沖縄はもう真夏なんで、結構今、撮っててもジメジメして暑いんですけどね。結構快適に過ごせてます。三岡車も今2台揃えてね、このお家に合うかなって感じで買ってみました。じゃあ中戻ります。なかなかいいお家で快適に過ごしてるように見えるのかと思いますが、実はですね、ここ想像以上に田舎で、まだ光回線とかも通ってないし、今手元にあるポケット Wi-Fi とかだと電波がここ入ってこないんですよね、なかなか。でさあ、もうこれ YouTube やってる人にとっては結構死活問題で、動画のアップができないんで、だから最近ね、よく外に行ってカフェとかそういうところのフリー Wi-Fi 借りてですね、で、そこでアップロードを仕掛けるっていう、おそらくこの動画もそうです。はい。そういうような状態になっていて、結構ねしんどい生活してるんですよ。で、結構今の時代って、そのリモートワークとか、そういうものが主流になってきてるんで、割とね、カフェとかで仕事するっていう人、あとはまあ、なんだろう、こう民泊入ったり、ホテル入ったりして、そこの中で仕事するっていう人増えてると思うんですよね。で、そこで使うのがそのフリー Wi-Fi っていう回線だと思うんですけど、これ皆さん、安全なものと思って使ってますかね？実は結構危険なんですよ。よくいるのが、このフリーランスで仕事してる人、例えばカメラマンとか、広告代理業務とか、そういうのをやってる方で、すごい重要なデータ、というかもう仕事のもの全てがこのパソコンに入ってるはずなのに、何のリスクエッジもしないで、平気な顔してフリー Wi-Fi 使ってる人っているんですよ。実はこれめっちゃ危険ですからね。フリー Wi-Fi って、同じ回線を複数のいろんなこの不特定多数の人と共有するので、実はなんていうのか、そういうのに詳しい人からすると結構簡単に人のパソコンにアクセスできちゃったりするんですよね。これが危ない。そうするとデータ抜かれたりとか、いろんなことにつながる可能性があるわけじゃないですか。で、カメラやってる人って、その編集前の映像とか写真とかってあんまり表に出したくないというか、出せないものもいっぱいあったりすると思うんですね。そういうのはね、僕 VPN っていうものを使って守ってるんですけど、知り合いのフリーランスに話したらね、結構 VPN 使ってない人多いっていうことに気づいて、今日はちょっと動画を作ってみたいと思いました。で、僕今年に入ってから使い始めた NodeVPN っていう提供していただいたサービスがあるんですよね。それをずっと使っていて、 VPN っていうのはバーチャルプライベートネットワークの略で、まあ、オンラインでのインターネット接続とプライバシーを保護するっていうサービスなんですよね。IP アドレスを隠すことで、ネット上の身元をこう隠すっていう、そういうことができるんですよ。まあ、これによって公共の場で Wi-Fi スポットを使っても安全っていうことになるんですね。さっき僕ね、車をお見せしたかと思うんですけれども、あの車結構目立つじゃないですか。僕
だなってすぐ分かるわけですよ。だからこうバーって道走ってたらすごい、あ大輔さんって声かけてもらうこと結構多いんですけど、あのそこにトンネルを作ってそのトンネルの中を走るって感じですね。そうするとトンネルの中なんで外から誰からも見られないじゃないですか。この車がデータだと思ってください。データをトンネルの中を通すので誰の目にもつくことなく使うことができるっていうことなんですね。なんとなくイメージつきましたかね。まあ、要するにすっごい自分の情報を保護してくれるって思ってくれると分かりやすいです。ちなみにこれ同時接続最大で6台までできて、まあ、iOS、Android、それから Mac、Windows、まあ、いろんなもの使えるんですね。でこの NordVPN が世界59カ国5300台以上のサーバーを持っていてですね、まあ、あのそういった、超高速サーバーを介してネットを見るっていう感じになるんですけども、日本国内にも80台以上のサーバーがあるとかなんとかだったかな、ちょっとうろ覚えたんですけど、だからまあそのトンネルを使って暗号化されたデータをまあその海外のサーバーに送るっていうのが怖いっていう人は日本のサーバーを選択して使うとかっていうふうにですね、世界中のサーバーから自分が使いたいサーバーを選択することができるんですよ。でこれがね結構面白くて、例えばアメリカのサーバーに接続して YouTube とか見るとアメリカの急上昇ランキングとかが見れるんですよ。これ面白いですよね。同じサイトを見てもつなぐサーバーによって全然違ってくるんですよ。だからこう暇な時はサーバーの選択を変えて、こう例えばこの国では YouTube どんなのが流行ってんのかなとか、そういう風なものを見たりとか、あのただのこうリスクヘッジの保険として使うだけじゃなくて、結構ね入れとくだけで面白いんですよ。家でしか使わないっていう人だったら100歩譲って分かるんですけど、外でやっぱりネット回線につなぐっていうことは仕事上のデータが流出するっていうのは、これはあの事件として普通によくあることですので、まあそれはあの気をつけた方がいいかなって思います。まあでも家の中で使う分にもこれあると便利ですよ。まあ例えば嫁さんにこうバレちゃ嫌なものを買った時とかね、履歴残らないから。オンライン上で買い物をしたり、例えば税金を払ったり、そういう時ってそのサイトにね自分の機密情報を送信するので、それを隠すのにも役立つわけです。でこの VPN の中で僕が一番推したいのが NordVPN っていう今日紹介するものですね。こちらはね24時間365日ライブチャットとかメールでの問い合わせが可能ということで、サポート体制が非常に充実しているので、まあ、ちょっと VPN 入れたけど使い方わからんなっていう人とかも本当に手厚くサポートしてもらえることができます。サイバーセックスイートっていう機能があって、これがね危険なポップアップとかそういうのを防いでくれるんですね。まあ、あとは匿名性をより一層高めるためにっていうところで二重の暗号化をしてたりとか、やっぱり世界でもすごい有名なサービスだなっていうだけのことはあります。であとは30日間の返金保証があるので、あの万が一気に入らないっていうことがあったり、あとはまあ自分にはいらないかなってなったら全然あの返金対応してもらうこと可能なんですね。で今回このサンセットスタジオ TV 見てくれた人用にコードも発行していただいて、今この動画を見てうわ自分そういうの気にしてねえでフリー Wi-Fi 繋いでたって思ってるフリーランスの皆さん、本当に気をつけてくださいね。いつ抜かれるか分かんないです。はい、ということで今日は少しマニアックな内容だったんですけど、知ってて損はない情報だなっていうところで共有させてもらいました。皆さんにも得があるようにっていうことでね、こちらのクーポンコードをしっかりもらっておりますので、概要欄からねあのこちらのサイトにアクセスしてぜひ見てみてください。はい、ということで本日の動画は以上です。 See you!